はい、どうもセリカです。シーズンランク報酬いただきました。お鍋ありがとうございます。星さんのホックホク、何鍋だろうね何でもいいかありがとうございます。うん、新シーズンランク開始、12月9日まで氷の結晶。えちょっと顔になってる感じ、顔になってる、ヒューヒューって言ってる、ワンって言ってる奥で。氷の結晶、氷のシーズンっていうことかな。なんだなんだ、なになになに、限定ウイルスチャレンジ、青鬼感染のウイルスを獲得できるチャレンジが開始。チャレンジでは大量のウイルスをゲットすることができるぞ。大量のウイルス、このチャンスに青鬼感染で激レアスキン、人鬼をゲットしよう。12月6日3時まで。ウイルスがいっぱい。なにこれ？わー！なに？予告か。新機能予告。特定の条件に達成すると、スキンに変化が。スペシャルなスキンをゲットして、友達に自慢しよう。どういうこと？どういうこと？特定の条件を達成すると、チャレンジっていうこと？何？ゴリラが、メスゴリラになるの？ゴリラが、スーパーゴリラみたいになるのかな？キンキラゴリラの黄金ゴリラになるとか？何？特定の条件か、気になりますね。で、対象スキンが、この中にある。全部が対象スキンってことか。千人持ってないなぁ。千人持ってないな。近々登場予定。色が変わる。色違いになるか、まあ、性別が、変わるのか、なんでしょう、スキルが備わるんでしょうか。初めての無敵になれる、そのスタータイムがあるみたいな、なんだろう、予告から気になる。で、週末は青鍵祭り、安定の5時9時で土日があるということと、観戦はその間はできませんということですね。で、シルエットがね出てたんですよね、青鬼の。だからイベントがあるのかなと思ったんですけど、雪だるまっぽい。あとこれ、この人みたい。でも羽がないな。モンスター鬼の羽がないな。形は一緒。鎌倉鬼とかそんな感じ？なんだろう。で、ガチャが、わー、なにこれ？わーこのポップアップが出ないので、なんかちょっとわかりにくいんですけど、イエティが来た。かわいすぎない？もふもふ気持ちいい。かわいすぎないこれ。やば、シバ。いいねこれ。女の子ってことでいいのかな。かわいい。キラキラしてるのかな。あとは男の子がいましたね。アイスマン。アイスマンの男の子がいましたね。かわいいな、どれも。イエティなんか大きそうに見えて、そうでもない感じ。通常サイズっぽい気もしますね。さあ、そういうことか。あとはランダムマッチに入って、マップが変わってるかどうかっていうことですね。それで、ウイルスチャレンジが、これですね。宝箱を50回開ける、中心で止めるゲームをする、15、ランダムマッチ30回、青鬼ガチャ20回と、ロッカーも宝箱も使わず、青鬼ゲームをする3回、青鬼感染で50人倒す、5000、大きいね。で、すべてで青玉40、なるほど。今回はちょっとだいぶいつもよりもらえるものが美味しい感じですね。あ、これはやっていきたいですね。なんで最低でも 1,2,3,4 回観戦できる。これはやっていきたいですね。大事に。期間内に受け取らない場合は獲得できません。なので12月6日までに4回青鬼観戦と青玉と青銭を受け取っていくっていう感じですね。はい。じゃあ、お鍋スキンでランダムマッチ潜りたいと思います。名前が安易でしょ？安易すぎる名前で。やってきます。鍋いっぱい鍋いっぱい、美味しそうですね。なので多分これから感染青鬼がいるステージが増えるっていう感じですよね。で、今回のシーズンは、うわー、やっぱり、お新しいとこかな、これ。あれ？これ新しいのかな？滑るところ、滑るかな、やっぱり。滑るわー。待って、なんか滝みたいのがある。すご。
めっちゃ綺麗じゃん。新マップかな？新ステージかな？わあ、ここ行きたい。ちょっと鍋が滑る。鍋が滑る。危ない。洞窟みたいのがある。入れる。すごい。待ってね、マップが全然理解できてない。待って、足かせついた。なんか洞窟みたいの入れましたね。面白。いつもね、新マップ、遊べずじまいで終わることも多かったりするので。お、アイスマン光ってるぞ。すご。宝箱もめちゃくちゃありますね。なるほど、なるほど。すごい。何のマップかな、これ。あ、いけない。すごいね。宝箱いっぱいで。あ、意外とね、氷で滑るところは少ないですね、ここ。やばいやばいやばい。いけない。ちょっと待って。なんて書いてある？鍋って書いてあるのかな、もしかして。これ、ホラー穴の入り口。滑る。でも綺麗だな、氷の結晶。え、白熊がいるよ、あそこに。どうやって行くの？白熊のとこまで行きたい。え、ちょっと待って。むずくないここ。どうやって行くの？あ、行けた。え？あ、雪だるまが今ちらついた。雪だるま、青鬼が。ここ行けるのか。なんか白熊がいたよ。滑るいや、ちょっとね、こう階段、あ、なんか、何？ 2 階っていうより、ここのステージの中のこの階段があるっていう感じ。待ってね。白熊のとこに行きたい。いたえ、このスキン、やばい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 、ちょっと待って、死んじゃう死んじゃう。いたよ、雪だるま鬼。やばいやばい、ちょっと待って、白熊見たい、白熊。待って、なんでこんな遅いんだ。やばい、死ぬ。いや、この白熊、これスキンにしてほしいな。なぜ鍋。氷でさ、溶けちゃいそうだよ、このホクホクの鍋が。なぜ氷シーズンに鍋好き。いやー、混乱した。あ、でも宝箱めっちゃ開けられたんじゃない？いいな、この白熊ちょっと生かしてほしい。ちょっと待って、うまいことできない。やっぱり滑るシーズンありましたね。え、最終地どこ？どこに行けばいいの？この辺？いいな、あそこ行きたい。やばいやばい。ちょっと可愛いね、この青に。足がさ。やばい、また足かせだよ、なんで？ちょっと氷を利用するしかないな。やばい。キラキラを拾いたい。拾いたい。キラキラを拾いたい。ちょっと待ってよ。危ないよ。足かせが。キラキラ拾いたい。ダメだー。全然迷路みたいにキラキラ拾えなかった。あ、氷の結晶だね。綺麗綺麗。なんだこれ。なんだこれ。いや、結構広いですね。いや、綺麗。綺麗だけども。あれ？青鬼3体もいる？なんか一人しか見えないけど。一人で頑張ってたのかな？ここに3体いるのかな？一人で頑張ってたっぽいよ。お疲れ様です。はい、やっていきます。うわー、綺麗だね、これ。鍋との温度差。温度差すごくない？氷シーズンということで、もともとこのマップは上の方、北海道の方が、うお、いきなりいる。ちょっと待って。いきなりいた。いや、ここいいなー、これ。これいいなー。何もなかった。お、何オーラ？ゴールドオーラ？氷のシーズンとはいえ、氷の場所だいぶ少ないですね。だいぶ少ない。うわ、すっごいいる、ここ。いやー、この白熊スキンで欲しいなー、取れない。レア鬼ですね、あと。あ、これ、星さんだ。あんまり光ってない。ちょっと色がダークな感じですね。あー、もう来てるか。あんまり氷の場所が少ないですね。それはそれで助かりますけど。あ、もうちょっとね、後ろ姿ね、やばいわ、今回の鬼。なんか大型スキンに見える、普通に。後ろ向いてたら青鬼感がなくて。何これ？ペンギン？何これ？やばいよ、青鬼。後ろ向いてたら本当にこの仙人とか大型スキンな感じがしてちょっと安心してしまうけど、青鬼だったっていう。もう一体どこだ？となると仙人スキンもちょっと怖いですよ。青鬼に見える。ガスマスク持ってない。これどこに行けばいいですか？やっぱペンギンかな、これ。シュンっているやつ。ちょっとガスマスク持っときたいですね。
いや、なんか前回が温泉シーズンだからとはいえ、報酬がやっぱりお鍋だと、この何、氷との温度差がなんかすごい違和感ですけど、熱々と0度以下っていう感じで。3体目出た？どこに行けば、やばい、挟まれる、ダメだよ。3体来た。いや、レアスキンには、レア青鬼には会えず。いや、ほんと子供みたい、これ。お父さん青鬼がさ、雪だるまなってるよ。いける？これ。セット売りしてる。はい、ということで、まだ2回ぐらいしかできていないんですが、雪だるま鬼。出た足が可愛いんですけど、これが今回の鬼ってことですね。一応ぴょんぴょんせずに歩いてましたね、ちょこちょこと。で、もう一個のこの、雪山みたいな、青鬼がレア青鬼っていうことで、また、これから探していきたいと思います。で、チャレンジが、さっきも言いました、ウイルスチャレンジが来ているっていうことで、これは一鬼ゲットまだなので、頑張っていきたいと思います。そして、もう最初に言ってた気になった、これ、新機能。これなんか今日来て欲しかったなという。今日からスタートして欲しかった。近日公開なんで、まあ週末か、もうすぐだとは思うんですけど、特定の条件って何でしょうね。ゴリラ3体を集めるととかなのか、ゴリラの状態で青逃げ何回するとか、そのチャレンジ機能、チャレンジをクリアすると、進化するというよりは、新スキンゲットっていうことなのかな？スキンに変化が、スペシャルなスキンをゲットしてってことは、ゴリラはゴリラで残ったまま、変化したスキンがもう一体手に入るっていう認識でいいかなと思うんですけど、この大型スキンがすごいちっちゃくなるのか、さらに2倍ぐらいになるのか、あとは黄金的になるのか、性別変わってゴリラちゃんとか、になるのか、ですね。これカンガルーは入ってないんですね。ドデカスキンはゾウとかゾウちゃんは入ってないっぽいので、またちょっと公開を楽しみに待ちたいと思います。はい、ということで、今回はこんな感じで新シーズンスタートしてますね。青鬼オンライン離れされてる方、よかったら一度ログインして遊んでみるといいかなと思います。ということで、また次はガチャなど回してやっていきたいと思いますので、よかったら次の動画も見てください。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。バイバーイ。